車ドゥリは、ドイツヘッス選手フランクフルトアムマイン出身で、大韓民国人の元サッカー選手。元韓国代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワード。名前の、ドゥリとは朝鮮語で、二つという意味であり、韓国では本来は名前にしない、珍しい名前である。韓国サッカー史上最高の選手とも言われる車、ハンコンの実施。 ハンコンが、ブンデスリーガのアイントラハとフランクフルトでプレーしていた1980年に、ドイツのフランクフルトアムマインで生まれた。後に、父が現役を退いた1989年まで、ドイツで過ごす。2002FIFA ワールドカップ終了後、アルミニア・ビーレフェルトと、プロ選手契約。1年間プレーした後、2003年に生まれ故郷で、 ありかつて父が所属していたアイントラ派とフランクフルトに移籍した。また2005年の2月に中田秀俊ジネディーヌージ団らが参加して行われたスマトラ沖地震被災者支援チャリティーマッチでは、親善試合ながら強烈なミドルシュートも決めている。2006から07シーズンは1、FSV マインツレイでプレーしていたが、出場機会に恵まれず2007年6月にニ部リーグの トゥス・コブレンツに移籍。2009から2010シーズンからは一部に昇格したばかりの SC ・フライブルクに移籍。2010年7月、英国の労働ビザ取得を前提としてセルティック FC と2年契約を結んだ。2012年6月、ブンデスリーが一部に昇格したフォルツナ・デュッセルドルフに完全移籍し、ドイツに復帰した。2013年2月、 コルトゥナデュッセルドルフとの契約を解除した。同年3月25日、K リーグ FC ソウルと契約し、初めて韓国のプロクラブでプレーしている。2015年シーズンをもって、現役を引退した。高麗大学校に在籍していた2001年、韓国代表チームとの練習試合に出場した際、当時の代表監督フース・ヒディンクに見出され、ほどなくして2 0 0 2フィーファワールドカップに臨む。 韓国代表メンバーにアマチュア選手ながら選出された。本大会ではレギュラーメンバーではなかったものの、主にウィングのポジションで計4試合に出場し、韓国チームの大会ベスト4進出という快挙を経験した。2009年10月14日のセネガル戦では3年ぶりとなる代表復帰を果たし、2010フィーファワールドカップにも出場した。 AFC アジアカップ2011のウズベキスタントの3位、決定戦では欠場したパクチソンに代わり、初めてキャプテンを務めた。2014年12月2日、AFC アジアカップ2015を最後に代表から引退することを表明した。2008年に1歳年上の韓国人女性と結婚した。2010年2月に娘が生まれた。ありがとうございます。